今更ながら MP7 の金迷彩を開封しました。ということでね、この MP7 の金迷彩を使って今回はプレイしていくわけですが、金迷彩もね、結構いろいろ種類があって、MP7 の設計図を使って何種類かね、設計図があるんで、それの金迷彩のパターンをいろいろ試したんだけど、なんか一番かっこいいのはこれだね。なんか、マッキン金っていうよりは黒と銀のツートンカラーで、なんか雷の模様がついてるような感じの、これがすごくかっこいいと思ったんでね、今回この迷彩でいきます。で、フリーフォアオールのランマザ。まあ、このマップはね、ひたすらね、屋内にイモるのが強いんだよね。まあ、あんまり思ってると、敵と接敵しなくてスコア負けするんで、そこそこね、人が来なくなったら、まあ、出張してね、他のお家に遊びに行こうとは思うんだけど。おっと？ほら、ナイフで切っていく。このナイフも金ですね。金迷彩のナイフで。なんか、あれかな、ブルースチールの金迷彩かな。おっと？後ろにいる。さあ、二人目、ナイフで切っていく。屋内ナイフはね、結構強いんでね。今後、まあ、ハンドガンサブマシンガンっていうよりは、ナイフサブマシンガンの方が、私は勝率がいいんで、ずっとこの構成を使ってます。あー、奥にね、いるんだけど、どうしよう。まあ、デッサ使って、突破していく。危ねえ。いきなり目の前から出てきた。あのお家、あの人気のお家に行こうかな。さあ、誰もいない。死体だけがゴロゴロと。結構ね、この、まあ、イボルにしても、このレーザーって敵からも見えてるから、結構バレてるんだけど。まあ、バレてても強いんだよね、このポジション。ん？なんだなんだ？クラスターだけだった。よし、遠距離で取っていく。まあ、セブン遠距離結構強いよね。レートが早いからね、豆鉄砲でも数打っちゃ当たって倒せるみたいな。そんなとこが好きなんだよ。まあ、この MP7 ね、腰打ちカスタムにしてるから、あんまりああいう遠距離で ADS して打つのは集団性悪いから良くないんだけど。結構ね、なんだろう、反動の方向が右上っていう一律で決まってるから、まあ、気合で制御できるっちゃできるんだよね、これ。あ、上から来た。よーし。一人やって。ヘリガンナー呼んでいく。結構相手の、ちょっと途中から入ったっていうのもあるけど、相手の1位とこの、結構離れてんだよな。あれでヘリガンナー出されたら結構きついな。これ今出れない人だってどう考えても。きつい。外に出れない。ヘリガンナーがかなり見てるな。ちょっとやり過ごすか。うわぁ、ちょっと思ったら後ろから。2倍ぐらいスコア離れてる。きつい。ちょっと、屋内になるべく早く入って。背中から撃っていく。デッドサイレンス中なんで音を立てずに。あ、いるね。隠れてる。めっちゃ隠れてる。さあ、裏回って。待て、左。いる、いる、いる。奥だな。はい、ヘッドショットしていく。索敵。いない。お、ヘリガンナーが帰ったんで、屋内に入っていきましょう。奥。あー、奥から仕事するけど。ちょっとこの辺にいようか。ここも結構ね、枯れるんだよね。後ろ。おぉ、スライディングするタイミングがなんかちょっと面白かった。で、上。あー、上いるはずなんだけど。あ、いたいたいた。で、リロードして。もう一人。よし、弾がない。あれ、あの武器言ったらこう、金だ。お、すげえ。なにこれ。あ、ドラゴンブレスじゃん、これ。しかも、金のドラゴンブレス。もう、武器交換しても金武器っていうね。
金の MP7 と金のナイフと金のショットガンで勝ちに行くっていう動画になりそうです。はい、強えな。なんかこれ強くないか。いや、ショットガン強いってのは知ってたんだけどさ、あんまりショットガン好きじゃないから使わないんだけど。うい、強え。しかもな、このドラゴンブレスってだけあってエフェクトが派手だね。強いこれ。はい、ヘッドショットで階段を見て、はい、サポートヘリ出てきた。やばいなこれ。ちょっと抜いてるしね、スコアいつの間にか。で、Vトールがいなくなったらもうすぐサポートヘリ出そうと思うんだけど、いや、この Vトールからのサポートヘリがもう本当にエグいんだよね。本当空を制圧してる。いいね、仕事してるね。あー、仕事してるね。ガンガンスコア稼いでる。うちの V トール、あ、今、あれ、うちの V トールやん。うちの V トールがね、すごい暴れてくれたおかげで、銃を撃つ暇がないです、ね。おっと、やられた。青いエフェクトの銃が。あ、グッドラック、起動する。じゃあ、すかさず、サポートヘリを呼んでいく。ハンター2番。これ、ひでえ。さあ、敵が出てこないかな。お、お、ダブルキル、トリプルキル。ちょっと待って、とどめはちょっと MP7 だな。どこだ、敵いるか、いるか、後ろ、いや違う、発見したじゃないよ。終わった、終わっちまったよ。サポートヘリが全部やってくれた。なんかあんま死んでないな、今回。まあ、キルストリーク、えぐいし、ドラゴンブレスもえぐいし、まあ、言いもったらね、ほんとこんな感じになっちゃうね。人気、激戦区エリアに言いもるとね、キルレス10らしいですね、今回。はい、そんな感じでね、今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。